どうも、くにさんです。今回の動画なんですけども、今回はね、ナスを観光という形で皆さんにねご紹介しようと思っております。なんでね、今回私はナスを選んだかと言いますと、私はね20代の時にですね、ナスにかなりハマってまして、毎週のようにナスの方に来てました。週末のね土曜日日曜日が私は休みなので、その土曜日日曜日をね2日間連続でナスに行って、また翌週の土曜日日曜日行って、またさらに翌週の土曜日日曜日を行ってという形で、これをねだいたい半年ぐらいという形で那須に行ってました。なので那須の観光地は知ってる方かと思ってます。私にとってはね15年から20年ぐらい前の話になってしまうんですけども、もう私の年齢的にはおっさんなので、過去の20代の頃に私が行ってたおすすめの観光地をね、私の同じ年代もしくはそれ以上の方がね、その那須のねいいところをご紹介していこうと思ってます。那須というとっていう形で有名な観光スポットはあるんですけども、そこはね皆さんね観光雑誌とかを見ればすぐわかるかと思いますので、そういうところじゃないところをですね皆さんにご紹介していけたらなと思ってます。今現在私はですね那須のインターチェンジを降りて、近くのねコンビニの裏手の今駐車場のところから撮影をねしてるんですけども、まずね1軒目のお店をねこれから行きましてご紹介していきたいなと思ってます。それでは行ってみましょう。はい、まず1軒目のねお店に着きました。ここはですねベーグルのお店、ベーグル空房さんになります。ここはですね2009年の4月にオープンしたお店ですね。私がね20代の時に来た時はオープンしたてでちょっとした時に来た時なんですけども、ここのねベーグルはねかなりふわふわで美味しいです。それでは店内に入っていきましょう。ベーグル空房さんのベーグルを買ってきました。今回買ってきたのはね4種類買ってきました。現在ねコロナ禍という状況なのでイートインスペースはあったんですけども、今回はねテイクアウトで買ってきました。それではね中身の方ご紹介していきたいなと思います。はい、今回買ってきたベーグルはですねこの4種類になります。私のね絶対的なおすすめの4種類になります。まずはじめにですね定番のあんですね。これはねお店の方でもおすすめとしてる商品ですね。はい、次にチョコレート、これも大変人気です。それでもう一つこちらがねドライバナナが入ってるベーグルになります。これも大変人気な商品の一つです。そして最後、これはね私の個人的なおすすめのベーグルでして、かぼちゃ入りのベーグルになります。これもねめちゃくちゃ美味しいんですよ。それではねさすがに4種類も食べれませんので、ちょっと1個だけね試食レビューという形をやっていきたいと思います。それではね中身お披露目したいと思います。かぼちゃ入りのベーグルはねこんな感じになります。かぼちゃなんでね黄色っぽいですよね。はい、中身なんですけども、ちぎってみますとねこんな感じです。はい、中身はですねこんな感じになります。それではね、いただきます。うん、このほんのり甘い感じがねうまいんですよ。うん、ベーグルらしさのね歯ごたえもありつつも中はもちもち、そしてねかぼちゃの柔らかい甘さ、このね抜群なマッチングが最高に美味しいですね。うん、かぼちゃはね私のおすすめです。ぜひねお店に行ったら買ってみてください。美味しいです。はい、2軒目のお店来ました。2軒目はね先ほどベーグルのパンを食べたので食後という形でデザート、このねロシさんになります。ここのお店はですねジェラートで大変人気なお店なんですけども、ジェラートはですね日本で言うとアイスミルク、アイスミルクがねだいたい乳化脂肪が 3% からだいたい 8% と言われてまして、ジェラートはね 4% から 8%、 まあだいたいアイスミルクと同じぐらいの乳化脂肪という形がこのジェラートになります。ここはねかなりジェラ
ートのね種類が豊富なお店なので、好きなジェラートが選べるというところもね大変魅力なお店となっております。それではねお店の中行ってみましょう。ラムレーズンです。はい、いただきます。あ、うまい。すごいね、濃厚でクリーミー。うまい。うん。いただきます。うん。こちらもね、すごい濃厚でクリーミーですね。舌触り雑味とか全然ない。非常に美味しい。はい、次はね、アベッチの試食になります。はい、次はいただきます。どうミルフィーユでパリパリで美味しいですね、これ。うまい。おー、伸びるね、かなり。うまっ。ティラミスはスポンジが入ってますね。いただきます。うん、うまっ。コーヒーの味がします。美味しいですね。はい、次はね3軒目になります。ここはね、後ろの看板に書いてある通り、オークのふれあい牧場と書いております。ここはですね、セントバーナードがねたくさんいる牧場になります。那須で言ったらね、那須動物王国が有名なんですけども、那須のね中心街からちょっと離れてるとこなので、この部分がね距離的にネックだと言うんですけども、ここはね那須の中心街から結構近いところにありますので、動物にね触れ合いたい、そんな方はねここはね大変いいところです。大型犬セントバーナード大好きな方はね、一度ねここ来てみてください。中の方に行ってみましょう。ちょっと目がうっすら開いてきたんですけど、これが女の子、ね、女の子、うん、ちょっと小さいですね、一回りに、うん、生まれて何ヶ月ぐらい、まだ2週間ぐらい、2週間ぐらい、うん、私も男の子なんだけど、ね、やっぱり個体差があって、まだ目が、そうね、まだね、うん、うごうごしてます、うごうごうごうしてくれで、そっちの子がね、3週間全然違いますね。こっちぐらいのサイズが普通なんです。あ、普通、はい、うん、そっちの子たちはね、大きいです。すげえな。
紅茶、紅茶さっき食べたのだからな。おいでーっと。はいはい。はい。ないのないのないの。はい。おお。食べたい。食べたい食べたい、はい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 食べたい、はい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 よはいよはいはいはいだはいだまた僕のチンポは食い物じゃないぞ。はい、お昼の場所に到着しました。ここはねカレーのお店ラクタさんになります。ここのお店はですね、焼きカレーがめちゃくちゃ美味しいです。それとねタンドリーチキン、これもね格別に美味しい店なんですね。食べログの方ではですね評価点数コメントそんなんでもないんですけど、実はねここ穴場と言ってもいいくらいね美味しいお店です。今左手にありますのはね那須のメイン通りで、ここ那須観光に来た人は通ってらっしゃる方はたくさんいると思うんですけども、なぜかね評価少ないんですよね。でもね私はねここすっごい美味しいのでおすすめしたいと思ってます。それではですねお店の方入っていきましょう。いただきます。お香りがいい、美味しい。なんかよくかき混ぜてお飲みくださいって言ってました。混ぜちゃいます。うわ濃厚そうだな濃そうですねこれ、うん、あ、ま、飲みやすいですよ結構。粘り気みたいなはあります。とろっとしてるみたいな。とろっとしてる。あで甘さは結構抑え、ね、抑え、はい、あなるほど。お米になってる。うまい、超うまい。柔らけ、すごいフォークでスッて入ってる。柔らかいの、うん、いただきます。うん、これこれうまっ、おいしい。これ I'll wait to see your golden smile feel of a thousand kisses Hope we stay a while I'll reach up to hold your sunlit face Feels like a hammer
はい、こちらはですね、那須バギーパークさんになります。久々にね、乗り物に乗りたいなと思ってここに来ました。それではね、受付をしましてね、バギーね、ちょっと乗ってみたいと思います。お店はですね、バニーで汗をかいたので温泉入りたいなと思いまして、那須は温泉有名ですよね。今回ご紹介するのはこの松川屋さんになります。松川屋さんはですね、露天風呂がねかなりいいんですよね。露天風呂の方がね、崖のところに建物があるので、それでその崖側の方にね露天風呂があるので、明け方もしくは夕暮れの時ね入るとかなりね景色も良くて、しかも濁り湯でねいいところになるんですけども、はい、今日休館でございます。なんで入れないんだよ。はい、ここはですね、コンバイロの湯という足湯になります。ここはね、無料で入れる足湯になってますね。この場所がですね、この左手側のこちらの方行きますと、先ほど休業してました松川屋さんが目の前にあります。松川屋さんのね、道を下に下ったところに、ここに足湯がございます。それでは今回はね、松川屋さんで温泉入れませんでしたので、代わりにね、ここに足湯を使っていこうと思います。はい、今回のね動画はここで以上となります。皆様いかがだったでしょうか。今回ご紹介したいろんなね観光スポット、グルメ関連ですね、私がおすすめの那須の観光スポットになります。あいち、今日はねどうでしたか。面白かったですよ。20代なんでやっぱりグッときました。20代でも楽しみが増えましたね。20代でもいいっすね。はい、今回ね私計画しまして、私もね大変満足しました。もしね今回の、スポットまだ行ったことがないところがねございましたらね、ぜひこの那須のね観光スポット行ってみてください。それではね、今回の動画は以上となります。今回のね動画が良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もですねよろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。